今日は電気釜で大学芋を作ります。油で揚げてない分ヘルシーだと思います。では作ります。さつまいもは 500g。 これは水でアクを抜いてください。30分以上水につけてください。それで今これ水から揚げました。皮むいて切って水に30分つけたの。そうです。そしたら電気釜のこれに周りに油を塗ります。サラダ油。そうです、サラダ油、オリーブオイル、なんでもいいんですけど、牛のオリーブオイル ちょっと入れて、それでこのキッチンペーパーで伸ばしてください。はい、こんな感じです。はい、そしたら入れます。それと砂糖が大さじ5杯です。甘いの嫌だっていう人はもうちょっと減らしても大丈夫です。それとお水が大さじ4ね。それと醤油が小さじ1杯です。適当ね。一回小さじは測んない、はい、材料はこれだけです。これだけ、なんか少なそうだけど、これで立てるの。はい、これで大丈夫です。はい、普通にスイッチオン。普通にただの炊飯でいいんだ。そうです。はい、できました。開けてみます。出ます。でこれを今度今からよく混ぜます。よく絡めて、白ごまをかけます。もうこれ出来上がり？そうです。先ほど作った大学芋ですね。これとそれに干しぶどうあったんで、これちょっとお湯に入れときました。それで今揚げたやつです。それで蒸しパンを作りたいと思います。卵から入れます。卵1個入れました。はい、牛乳入れました。そしたらこのホットケーキミックス、これ入れます。全然古くないところから入ってますけど、大体でいいんです。大体やっぱり空気がね、ちょっと入った方がふんわりできるんで、大体でいいです。ちょっと振るやつさ、私が幼稚園ぐらいだから使ってない。これ壊れないんだ、丈夫なんですね。少し小さく切りました。これ入れます。それとレーズンです。
人間の相手と対決みたいな。これで大学芋を使ってやりました。